ファイナルファンタジー14、51回目。今回もメインクエストを進めていこうと思います。前回のあらすじ、イダちゃんとヤシトラちゃん合流。さらにビッグツ・ウェッジも救出して、徐々に再集結してくる暁のメンバー。さあ、それじゃあミンフィリアさんをね、助けに行こうか、つうところで、ここでシドさんに、親方にクエストが出ているんで進めていきましょう。モードゥナに集う亡者たち。ユチュービッグスウェッジにこうやってまた会わせてくれて本当に感謝している。次こそミンフィリアの救出。ミンフィリアが捕らえられているのは帝国軍の軍事拠点。カストルムセントリ。まずはここから南東に進んでモードゥナに行くぞ。谷間にレブナンツトールという冒険者キャンプがある。ほう、あそこには冒険者ギルドがあるはずだ。その顔役に話を聞こう。モードゥナ。はい。モードゥナ。あ、初めて行くな。え、どうやって行くの？モードゥナ。あ、クルザスがこっちってことは、ってことは、あ、こっちか。ここ下に行くとモードゥナっていう新エリアに行けるみたいです。行ってみましょうか。寒いとこじゃないといいな。寒いとアレフィノ君来ないから。新しい場所はワクワクするぞい。いやー、でもいよいよそのミンフィリアさんを助けるためにってなると、帝国軍と思いっきり真正面からぶつかっていくと思うんで、結構な大変なことになると思うんですよね。こっち、でも本当にこうメンバーが集まってくると華やかで嬉しい。ここをまっすぐ行くと、ここモードゥナに来ました。アチーブメントも入ってますね。どんな感じの場所なんだろう。ここ読み込み中、読み込み中。モードゥナね。だんだん場所の名前が、あれ雪じゃない。こっちはもう雪じゃないんだ。寒そうじゃなくてよかったじゃん。うん、レブナンツトール。お、 BGM も初めて聞く BGM だ。いい感じじゃないですか。これも晴れてる時どんな感じかちょっと見てみたい、見てみたい。エデライト滝沢と、はい、おお、チョコ部屋さんも触っとこうかな。はい、これがモードなの。夜 BGM かな。昼 BGM も聞いてみたいな。さあ、スラフボーンさん、情報を、とにかく情報を。あ、みんないる。このカストルムセントリーの、様子を知りたいと。帝国の要塞に仲間が捕らわれておるのか。やたら警備を強化している。例の新型兵器の噂は届いてる。アルデマウェポンのことですかね。今の帝国を刺激するのは得策ではない。そうね、パパリモやサンクレットはともかくミンヒーは戦い慣れていない。表立って動くのは良した方がいい。となるとやはり潜入しかない。潜入か。でも潜入って言ったってあそこは帝国の要塞、警備も増えているんでしょ。うん、正面から堂々と侵入すればいい。そういうこと言う。
ほえ正面からバカっぽい。イダちゃん癒しだわ。まずは紹介中の帝国兵を襲い、帝国の兵器である窓アーマーを奪う。FF6 みたいなやつか、窓アーマー。あ、それに乗って要塞に行けば正面からでも変装して行くと。はあ、なるほど。定期的に帝国兵が出入りしている。窓アーマーは帝国軍の魔導兵器。まさかエオルゼアの住人がそれを使うとは思うまい。決まりだ。マジか。変装して正面から行けるか。このレブナンストールにいるグラウムントに話を聞いてみるといい。奴は帝国に個人的な恨みを持っている。それにカムストルセントリの情報にも詳しい。私とイダはカストカムカス一回もスムーズに言えねえわこれ。カストルムセントリの監視に行く。簡単には始末されないと分かっていても、やはりミンフィリアのことが心配だもの。ああ、そっちの準備ができたら合流しようね。また後でー。言い方。の、ところでいいだ。その言葉遣いはどうにかならないの。言われてるじゃん、ヤシトラちゃんに。少しは危機感を持ちなさい。持ってるってば、ヤシトラがピリピリすぎなんだよ。あとこの喋りはね。まあ確かに危機感はないけど、癒しだわ。イダちゃん好きだわ。あのコンビいいっすね。ヤシトラちゃんとイダちゃん。結構対照になってるというか。さあ、この人っすね。グラウムントさん。誰だよ、あんたら。は、まさか帝国軍の？なんだ、同じ冒険者がビビらせんじゃねえよ。お、ここで終わっちゃった。じゃあ、引き続きお話を。あ、ミンフィリアさんだ。受注。いいぜ、協力してやんよ。俺も個人的に帝国軍に恨みを持ってる。何されたのこの人は。出し抜く作戦でも考えるかねえと、その前にまずはそのお仲間とやらが本当にカストルムセントリにいるのか確認した方がいいかもしれねえ。最近あそこは人の出入りが激しい。念のために確認しておいた方がいいってもんだ。ふん、外れに要塞から伸びている排水溝がある。ほうほう、あそこは司令塔と繋がっているのさ。奥は閉じられているから侵入まではできないけど、声が聞こえてくる。そこで情報を得ることができるかもしれない。ほう、作戦名は、そうだ、帝国軍欺き作戦を開始しよう。なんかちょっとアホっぽいな。帝国軍欺き作戦。排水溝から声が聞こえてくる感じ。あ、こっからずーっと下に行ったところか。わかりました。行ってみましょうか。よし、バイク乗って。バイクに乗って行っちゃうけど、ちょっと新しい土地の BGM を聞きたいんで、マウント中の BGM を、どれだっけ？これか。騎乗中の BGM を、なしにして、よし、これで行こう。こっちかな？なんかすごいキラキラ光る。あー、綺麗！なにここ？うわ、落ちちゃった。へえ、すごいな。崩壊したキャンプ、すごい場所だ。変属性クリスタルですかね。うわー、綺麗。こっちが、ああ、せっかく BGM 消したのに BGM 流れねえっていうね。ああ、暗くて見えない。ああ、ここは。ああ、ジャンプじゃ無理だった。ああ、なんか変なとこ入り込んでる。ぐるっと、ぐるっとね。なんかあんま見たことない敵もいる。ワニみたいな。ワニではねえな。気持ち悪いイボイボが。の、びっくりした。フェイト、モルボルもいますね。モルボルだって。怖っ。あれ？向こうか？びっくりマークはこの辺に出ているんだけど、ぐるっと回ってこない
といけないっぽいかな。うん、こっちからぐるーっと、え、ここ何、え、ここ何、うおー、これ、あ、もうカストロム戦利だよまずいでしょ、ここ入っちゃう、え、ここ入ってぐるっといけるの、カストルム戦利費の、うわわわわわわビビっちゃう、いや多分こっちじゃないっすよ場所、下、多分中に入らずともどっかから話排水口を見れると思うんだよね、こっちに行ってないな、ここかな、うーん、新しい土地はよく迷う、古い土地でもよく迷うけど、あったここだ、ほんとだ、排水溝、ここを調べると、あ、びっくりした、あれやっぱ BGM もここもちょっと違う、モドゥーが BGM になってるっぽいっすね、おー、いいね、アレンジが新鮮、よし、思わぬ稚語にびっくりしたけど、排水溝から声が聞こえたり、あ、兵士たちの声が聞こえてくるちゃん、こんなところで、あ、それで例の堀はどうしてる、まだ粘っているのか、どうもこうもねえよ、あのミンフィーヤとかいう女、尋問してもだんまりだ、尋問してんの、実際よく耐えているぜ、他の連中も同じだ、特にあのエレゼン野郎、エレゼン野郎、わけのわからんことばっかり、うん、わけのわからないことばっかりと言ってやがる、しかしビビア様は一体何だって、あの女を、なんでも俺たちガレアン族にない不思議な力、あ、超える力持っているとかなんとか、エオルゼアの野蛮人が使う魔法みたいなもんか、さてね、それこそリビア様に聞いてみね、リビア様ってあの白い砂の家にね来たやつですよね、きっとね、うん、そんな興味本位のことを聞いてみろよ、あっという間に首が飛んじまう、そろそろ時間だ、怒られないように持ち場に戻るぞ、声は聞こえなくなった、ほう、でも確実にミンフィリアさんはいるんだね、その場にね、情報ゲットしましたよ、さあそれじゃあ、あ、こっちじゃないや、戦闘 BGM のアレンジいいな、モルボルを横切ってこっち、レベルシンクして絶対戦いたくないわ、モルボルなんて、ソロでやってる時なんかは特に状態異常なんて本当に恐ろしいよね、うーん、臭い息の状態異常から一人で回復するには相当大変だと思いますよ、 BGM がない、でも綺麗な場所やな、よし戻ってきた、レブナント、あ、ビッグスウェージとシド、アルフィノ、あ、アルフィノくん来てるじゃんいや、ここ寒くないから、ビッグス、お前たちのことだ、やられたままでいないと思ったが、窓アーマーを奪って要塞に侵入しようとはな、俺たちもおじけづいていられちゃいないんでやられないウェッジ、窓アーマーを奪うなんてしびれるっす、さすが親方のひらめきっす、確かに大胆なこと考えるよね親方、カストルムセントリの潜入、そしてミンフィリアの奪還、必ず成功させようぜ、アルフィノ君、うん、ミンフィリアは中にいる様子なんだな、それに他にも囚われている者がいると、ほう、先ほど指導がグラウムントと計画について話していた、
具体的な段取りをシドと相談してくれ。はい。ミンフィリア救出の帝国軍欺き作戦について話しておいた。名前がアホっぽいんだけどね。予定通り魔導アーマーを手に入れ、俺たちが帝国兵に変装して正面からカストルム戦利品に戦利品セントリーカストルムカストルムセントリーに侵入する。魔導アーマーの脱退ダッシュの方は、別途計画を用意してくれている。それまで俺たちは別の準備だ。さてやるか。ビッグストレッジの救出を手伝ってくれた分、張り切ってみせるぜ。おお、マドアーマーを奪うっつっても、グラウムントが計画を立てている間、俺もやっておきたいことがある。ここは敵の玄関先。マドアーマーを奪ったとしても通信されちまったら帝国兵になり代わって潜入するって計画が台無しだ。そこで万が一のために帝国軍に使われている電波通信に対する妨害装置を用意しよう。おー、準備万端。あ、変属性クリスタル、火属性を雷属性に変換する作用があることが分かった。こいつに細工して周辺に妨害電波を放出。あー、すまない、簡単に言えば大きな音を出して小さな音を消すってことだ。へー、十分な電波を放出するさせるため特に力の強い変属性クリスタルを細工したい。クリスタルの反応を調べてくれ。はい、それを見てくれはいいと。この辺だ。よし、そんじゃ行ってみようか。あれ、イダちゃんじゃないね。後ろ姿、立ち姿がちょっとイダちゃんに似てた。イダちゃんとヤシトラちゃんは別行動中か。こっち、あ、また落ちた。ここら辺を調べてくればいいと。やっぱこれ変属性クリスタルだったんだね。俺も徐々に単語を覚えてきたかな。カタカナも漢字も読めねえけど。おい、ノーBGM が熱い。この辺に、あ、あそこだ。お、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 ほい、電波測定地を、あ、敵出てこなかった。ほい、5箇所はなかなか多いね。お、出てこなかった。こっち側にありますね。ほんと綺麗な場所だな。マグマみたいになってるもんな。ここで写真撮りたいな。スクショチャンシュ、ああチャンシュ。おい、紙面局。あとはこの裏側っすね。どこだ。あ、こっちに行ける。下かな。あ、あそこだ。ほい、よし、これで OK でしょ。よし、じゃあ親方のもとに、あ、親方のもとに戻りましょう。マドアーマーを奪うと。で、妨害電波を出すと。親方、調べてきたっす。調査を終えたっす。なるほど、4箇所が使い物になりそう。これなら十分だ、助かったぜ。はい、コンプリート。お、次は、ん、次はどこだ。カストルムセントリー。
そうね、カストル、これダンジョンかな。メインクエが次出てるのがカード対戦じゃなくて、ん、どこだ。あ、いや、近くにある。ああ、あのなんとか作戦を考えてくれている人かな。どこだどこだ。ああ、こっちだ。 BGM が不穏だな。グラウムンドさん、帝国軍欺き作戦、耳の穴かっぽじってよく聞いてくれ。帝国式敬礼、あ、そんなんがあるんだ。カストルムセントリの近くで身を潜めて帝国兵たちのやり方を、敬礼の入れ方を調べてくるんだ。ドーンと言ってドーンと覚えてこい。そっか、そういうところまでちゃんと調べないといけないんですね。メタルギアみたいになってきたな本当にステルス任務ですよね。敬礼の仕方か、不滅隊のね、敬礼の仕方とかもエモートであるから、もしかしたらこれもエモート習得できるのかな。うん、ここをまっすぐ、でかいカエルの横、でかいカエルと、でかいカエルと、モルボル、こっちかな？と、でかいウナギ。このフェイトの、おっとおっと、あ、あそこだ。ここで、あ、敵出てくんのかいこんなとこで騒ぎ起こしちゃっていいんですか。おい、どう、完璧。あ、まだ立った。あ、いいよ。ここで待機。さあさあさあ。見てる。どういう敬礼をするの？お、頭の前でグー？異常なし。グーだよね。今ありご苦労である。うん、やっぱ警戒されてるね、だいぶ。真似した覚えたね、さすがです。うん、でもこれ次はこの制服を奪わないとですよね。帝国コスしないといけないでしょ。いやー、やっぱなかなか一筋縄ではいかないですよね。カエルの横、カエルの横、昼だから BGM 出てきたんだ、いい感じじゃん。なんかカエル、うわ、気持ち悪いカエル気持ち悪いわ、でけえカエル。よし、晴れて見やすくなってきたぞ。おい、わ、 BGM かっこいい。帝国式敬礼を覚えてきたか。わざわざ見せなくてもいいぜ。嫌なもん思い出して殴りたくなっちまったら大変だ。おお、エモート覚えたやった。これまた、もう次は隣の人か。ちょっとやってみようかな。帝国、ちなみに不滅隊の敬礼がこれなんですよ。ちょっと見えづらい、ちょっとロフ、これ不滅隊がこれで、帝国がこれ。あ、結構違うね。キビキビしてるね、帝国の方が。
帝国兵なりきり装備うん、同胞を助け出したいのです。はい、顔を隠すための兜も必要でしょう。あーし、正々堂々帝国兵と戦って手に入れる方がこの場合は逆に安全です。侵入するのは3人、あなた、ビックス、ウェッジさん3人分の兵装と兜を手に入れましょう。はい、手に入れることができたら私に一度見せていただけますか。何悪いようにいたしませんよ。そうだね、でもゲットしたら装備を変えてミラプリしないとダメかな。ミラプリまですることないのかな。どうなんやろ。いやー、なんか BGM がねすげえ盛り上がる。これからのなんか決戦に備えてって感じですね。何も起こらないはずがないもんな。だってこのまま乗り込んでいって大丈夫なのかな。というかミンフィリアさん尋問されてるって大丈夫なのか。なんかエロ同人の匂いがするぞ。クリムゾンコミックの匂いがするぞ悔しいでも感じちゃうんじゃないのか何を言っているんだ。この辺ですね。あ、いっぱいいるじゃん帝国軍。制服あり放題。あ、めっちゃいる。本当だ、こいつですよね。正面から行き過ぎな気もするんだけどな。よし、あ、まだいろいろと。ほい、なんか13の戦闘曲にちょっとこのアレンジ似てますね。13の先行だったっけ、違ったかな。よし、装備ゲット。これで帝国軍になりきれる。お、あー、落ちる。うわ、変なとこ入った。あー、さあさあ、カエル横切りの、さらにカエル横切りの BGM 盛り上がりのクリムゾンコミックミーの悔しいけど感じのまっすぐですね。さあ、でも装備をゲットしたらいよいよあとは窓アーマーじゃないですか。ほい、着きました、レブナントトール。ほい、はい、兜も手に入りました。どうでしょう、やはりそうでしたが、戦いで傷んでいる戦闘跡が残っているとは怪しまれてしまいます。この兵装と兜を修理しなくては。はあ、外見だけそれらしく見えるようにすればいいんですよ。あ、マジか。兵装はウルダハの裁縫師ギルドに、兜はリムサの甲冑師ギルドにそれぞれ持っていっていただけますか。おお、めんどい各ギルドへ私から連絡しておきますので、そこから足がつくことはありません。どうぞご安心を。マジか、裁縫師と甲冑師。おお、じゃあ行きましょう。まずはウルダハ。そっか、そこまで行かないといけないんだね。裁縫師の人はあの人だ、お姉みたいな人しばらく裁縫師のクエストも受けてないな。裁縫師、あ、ここか。おい、行ってみましょう。よいしょ、久しぶりだな裁縫師。さあ、直していただけますかね。あ、この人でいいんだ、エーセルワインさん。うん、おい、これです、この服を。すげえ格好これは、なるほど、何やら訳ありのご様子。内密に処理しますのでご心配なく。
さすが、わかってる。すげえかっこ。いつもお世話になっております。専用のチョコボポーターでのエウルゼア一周の道中。あ、そんなのあるんだ。ここにもお立ち寄りいただきました。今は確か冒険者になっておられるとか。うん、これで直してもらえると。とお話をしている間に縫い終わりましたよ。さすが仕事が早い。こちらをお持ちください。サルクマウルク様にもよろしくお伝えくださいね。うん、ちょっと久しぶりにギルドマスターの人にも会いたいな。この人なんだっけ、何でしたっけ。あ、そうだ、レドレントローズさんだ。でもゴールドソーサーのね、あれ何でしたっけ、いるんだよね。あ、イエロームーンちゃん久しぶりだもん。それじゃあリムサか。じゃあリムサ、リムサまでテレポだな。いや、ちょっとテレポ大節約でランディングまで行ってそこから飛空艇乗っていこう。それだったら120ギルで済むから。ランディング、こうやって節約していかないとな。ハウジングでどんどんお金が減っていってしまうから。リムサ、はい、ここのムービー結構毎回見ちゃうぐらい好きですね。飛空艇かっこいいわ。この飛び立っていくのいいよな。最初にあのウルダハからあのそれぞれの国回った時にのあのムービー、モモリーちゃんが語りみたいの入れてくれる、あれ大好きだったわ。メインテーマ流れてね、感動的だったんですよね。うん、さ、リムサについた。あ、こっち雨？雨降ってる。天気悪い。着きましたよ。さあ、兜を直してもらわんとってことで、甲冑師、甲冑で読み方合ってる？これよ、合ってるかな。甲冑師、甲冑師はまだやってないですね。いろいろそういうヤザラって言うんだっけ。あ、うん、姉妹だ。俺のお気に入り、うん、姉妹。甲冑師はどこにあるんだ。ちょっとエーテライトで飛んでいっちゃいましょう。あ、ここ、あ、冒険者ギルド前でいいんだ。さあ、兜を直してもらわんと。どこだ？あ、こっちか。はい、行ってみます。甲冑師か。この中っぽいっすね。お、ここだ。どの人に話せばいいんだろうな。あ、向こう？ん？いや、でもこの人たちは、そうだよね。それぞれのギルドの解放だから。あ、あの人だ。は、ナンザさん。うん、連絡を受けている。兜を打ち直すんだって。ほい、カンカンカンっていい音が鳴ってるな。なるほど、そういうことかい。あの人にやりそうなこった、安心しな、内密に処理しちゃおくよ。あの人のすごいな、人脈っていうか。お、直してくれてる。
あの人はウルド派のとある商人のご子息なんだけどね、冒険者ってのは異常な憧れを持っちゃってさ、冒険者ってのに異常な憧れを持っちゃって、ああ趣味が高じてついに本物の冒険者になっちまった。へえ。お、治った。こんなもんでいいだろう。とりあえず見た目だけは整えておいた。これを持っていきな。サルク・マウルク様によろしく伝えておいてね。ありがとう。よし、それじゃあモードゥナに戻りましょう。444円もするよ。うわ、なんか縁起悪いな。レブナンストール飛ぼう。さあ行ったり来たりで大変だったけど、これで服は OK だよね。窓アーマーをどうやってゲットすんのか。モードな読み込みに時間かかるな。もう、あ、ついたついた。お、めっちゃ晴れてる、こっち綺麗。さあ、あ、なんか、あ、赤チョコボか、かわいい。どこだ、あれ、どこ行っちゃった、あ、こっちだ。さあ、サルク・マウルクさん。うん、かわいらしいな。あ、女の子かな、この子。うん。はい、確認してください。どうでしょう。お二人とも相変わらずいい仕事をしますね。任せて正解でした。これなら変装するに十分。帝国兵になりきることができます。ふんふん、変装する際はくれぐれもきちんと装備してくださいよ。ではこちらはお返しします。帝国は他国に攻め込んでは、属州とし、現地民を徴兵して戦力としているのです。つまり反乱を防止するために、ふんふんふん。末端の兵士に関しては個人の認識がかなり低い。そこに付け込めば侵入も容易でしょう。私のようなものがあなたの方の力になって幸せです。おや、私が富豪の息子ですって、あ、言ってたね。あ、男の子か。おかしなことをしてありますね。私は一介の冒険者、うん、志を同じくする者として協力させていただきますよ。誰の息子なんだろう。コンプリート。次はこっちの人、窓アーマーを奪取せよ。耳の穴かっぽじってよく聞いてくれ。うん、窓アーマーを配備していることが多いだが、哨戒部隊の出入りは不定期な上、めったにレブナンストールの方までは出会ってこない。警備が慎重になった最近でもそれは同じだ。そこで少し前に不穏分子がカストルムセントリーを狙っているとの情報を匿名で流しておいた。あ、すごいね。もうそこまで考えて動いてたんだ。うん、帝国府兵に扮して怪しい奴がいるとでも注意を施す。そうやってできるだけここの近くまで誘導するんだ。次に帝国兵ののろしを託く。そうすれば緊急事態と察した哨戒部隊がおっとり刀で駆けつけてくるだろうぜ。そこを襲って脱出するっていう寸法さ、すごいちゃんとしてるね。こいつを使いな、帝国式発砲。うん、ドーンと行ってドーンと奪ってこい。わかりました。それじゃああ、ここか。よし、行ってみよう。さあこっちですね。窓アーマーに乗れるのかな。マウントとして乗れるっぽいな。乗りたい。あ、でも帝国兵の装備で哨戒部隊に帝国式敬礼をするということなんですね。じゃあもうちょっと装備しないといけないですね。ちょっとじゃあこの辺で。よし、じゃあ装備をちょっと変えてみよう。どうでしょう。
なんか怪しさ抜群なんだけど、下何も履いてないんだけど大丈夫なのかな。こうおパンツがおパちょっと丈が足りてないような気がするんだけどな、これだ大丈夫。ジャンプするともう見えちゃうんだけど。いやでもこれしかもらってないから余計なもの装備しない方がいいかな。これで行ってみよう。あ、ここだ。うわ、めっちゃいるじゃん。あ、窓ワーマーもある。帝国式敬礼。うむ、見回りご苦労。なに、この辺りに怪しい奴が目の前にいるよ。やはり不穏分子がいるというのは密告は本当だったのか。何かあれば、まあ、のろしをあげると。おー、なるほど、いいね。じゃあちょっとそのどこであげればいいんだ。こっちか。これでバレないんだね。でもララフィルの帝国兵って見たことないんだけど、いるのかな。どうなんだろう。 いるはいる。この辺っぽいっすよ。あ、あ、あそこだ。ここでのろしをあげると。おい、そうしたら来てくれる。ああ、これでバトルになるのか。ああ、ちょっと待って、でも装備変えといた方がいいね。元に戻しておいた方がいいよね。このままだと装備がちょっと危ういもんな。ちょっと戻そう。よし、 OK。 それじゃあやるか。ここで煙を。よし、頑張りましょう。一人でのバトルかな。そうっぽいな。お、親方も来てくれた。作戦はうまく進んでいるようだな。窓アーマーを脱出するなら技術屋がいた方がいいだろうと思ってな。見ろよ、ちょうどおいでなさったようだ。マジか、来たか。あ、これは何事だ。てっきり先ほど報告があった不穏分子の件だと思ったのだが。隊長、あれを。あ、不穏分子だな。窓ワーマーを出せ、叩くぞ。シドも一緒に戦うの。いや、シドも一緒だ。嬉しい。まずはこの辺のシド強いな。シド強いな。うわ、この辺の弓邪魔だな。よしよし、窓アーマーを叩こう。あ、でも思ったよりは割と柔らかい気がする。だ、でもまた来てるか。よし、オーバーブースト。なんやこいつは、鬱陶しいわ。うわうわ、なんかすごいの使ってる。鬱陶しい。あ、グレンしてなかった。よし、倒したぞ。ああ、シドの親方が思った以上に強かった。さすがだな。よくやった、これで窓アーマーが手に入った。おお、しかしこれはちょっとやりすぎちまったようだ。壊れちゃったかな。ビッグスウェージどうだ、なんとかなりそうか。二人で。おお、かっこいいな。でも派手に煙は出ていますけど、そこまで深刻なダメージじゃない。それよりも足がうまいこと動かないっす。もしかしたら内部の装置がやられてるかもしれないっす。制御装置がそんなに柔なしなものには思えんがな。打ちどころが悪かったってやつか。そもそも整備不良だったかもっす。帝国の財布も日の車っす。うん、
何にせよ持ち帰って調べてみるぞ、エッジ。今日徹夜だ。楽しい職場っす。ぼやくな。いいコンビだわ。故障したまま潜入ってわけにはいくまい。一旦整備のためにレブナンツ通りに持ち帰るとしよう。俺たちは先に帰っておく。おお。親方ありがとうございました。この二人いいわ、ビックスウェッジ。おえ？な、え？投げて乗って。あんな豪快に。え、もう動く。すごいな。あ、でもゆっくりだ。へー。この三人いいわ。やっぱりそのファイナルファンタジーといえばね、シドウとビッグスウェッジがどんなキャラかっていうのはね、楽しみの一つですもんね。14はかなりいいな、キャラが立っててかっこいいし可愛らしい。ビッグスウェッジもいいし、特にシドウの親方かっこいい。さあレブナンツトール戻ってきました。いや、窓アーマーならこの中で修理中だ。どこに帝国の目があるからわからんからな。中に入るか。ああ、じゃあちょっと入ってみる。シドが中にいるかな。おお、かっこいいじゃん。やっぱり窓アーマーはでかいっす。おいら何人分っす。本当にね。うん、ガーロンドアイアンワークスの証。おお、うんうん、大した損傷はないようだ。ビックスとウェッジに任せておけ。すぐに修理してくれるだろうぜ。二人とも新しいおもちゃを楽しんでいるからな。かっこいい。いいね、乗りてー、これ乗りてー。さあ引き続き魔導兵器の見る夢。うん、ただ一つ問題がある。やはり制御装置に使っている魔導コアの損傷が激しい。もともとこれは脆い部品でもある。コアとはいわば頭脳。このまま無理に使い続けることもできなくはないが、入れ替えておいた方が得策だろう。このエオルゼアで帝国製と同じコアを作ることは難しいが、ウェジンが何か思いついたことを。へぇ、どうすんの。魔導コアが使い物にならない状態っす。コアは壊れやすいっす。回収は難しい。そこでひらめきやっす。魔導コアの代わりにマメットに使われている魔法人形のコアを使うっす。ん？人形が自立動作できるほどのコア、魔導アーマーの制御に使うぐらいなら余裕なはずっす。ウルダハ、ウルダハの超禁止か。また遠い。魔法人形のコアを受け取ってきてほしいっす。もしかしたらいいお値段するかもっす。マジか、超禁止。じゃあウルダハまでデジョンで戻ります。あ、鳥が頭に止まってる。魔法人形ってなんだ。うん、そっか、まあいろんなところでこうね、助けが必要だっつうことで、超禁止、超禁止、超禁錬金があってたまにごちゃ混ぜになるな。さあ、超禁止もまだやったことないっすね。どんな感じなんでしょうか。あ、そっか、文句のクエストここで受けてますね、エリックさん。お、この人、あ、前なんかで一回あったね、メインクエストで。そう、ここのギルドマスターめっちゃ可愛いんだよね。どうもこんにちは、長銀についてお尋ねですか。あら、魔法人形のコアを。はい、ガーロンドアイアンワークスのウェッジ様よりご連絡を。お題は結構。あ、本当に。何でもとても重要なことにご使用になるとか。アルフィノ様には先代からお世話になっている。あ、そうなの。
ですから当ギルドにある魔法人形のコアの中でもとびっきりの一品をご用意させていただきました。こちらをお持ちください。皆様のご分をお祈りしております。この子かわいいなギルドマスターの中でもピカイチに美人なんじゃないの。なんつってもピンクのツインテだからねなかなかのあざとさっすよ。さあそれじゃあ再びですねレブナンツトールまで戻るっす。あーテレポ代がどんどんもう1000円ぐらい使っちゃってんじゃないの。1000円ありゃタンス買えたんじゃないのいやタンス、いやそんな安くはないか。そして相変わらずモーズナの読み込みは少々時間がかかるっす。着いたっす。あれなんか赤い、夕方にしては赤い、なんかこんな色になっちゃうの。空ピンク、いやらしい場所みたいいやらしいな。はい、工房の中に入るっす。さあウェッジ取ってきたよ。はい、魔法人形のコア、はい渡す。これで治るのかな。これっす、助かったっす。かなりかなり上等な品物っす。いいお値段したっす。お金足りたっす。お金かからなかったっすよ。なんとアルティマ様のおかげでただっす。さすがルベユール家のごす、え、ルベユール家、こっちの準備はできてるっす。早速窓窯に取り付けるっす。いよいよ治る感じっぽいぞ。できたっす。ふうふう我ながらいい腕前っす。窓はまあ起動っす。動くか。あれあれ、このちょっとちゃんドン引き。お、でもあ、すげえ治ったんだ。今度こそ窓はまあ起動っす。早速試運転っす。具合見るから、試し乗りしてほしいっす。乗っていいのこれ。めっちゃかっこいいじゃん。ほうほう。お、なにここ急にどっか来た。俺が戻ってから最初の大物だ。ガーロンド、アイアンワークスの名にかけてきっちり修理しないとな。うん、乗るっす。この辺りを何箇所か回ってみて状態を見てみるっす。中央の高台を上、一番上まで登ってみるっす。あーまあ降りた時はオイラに声をかけてくれれば試運転を再開する。ほう、これ結構難しいのかな。乗る、あ、乗った。へー、あ、でも普通の操作と同じ。うん、ジャンプもできる。おー、びっくりした関係ないのか。おーおーおお、速度は遅いけどいいじゃんいいじゃん。一番上って、あ、どこ、こっち向こうか。おお、おお、いいね。ロボに乗ってる感じかっこいい。ガシャンガシャンガシャンいいねいいね。で、どこに行きゃいいんだ。一番上、おすげえな。あ、こっちこういうこと。着いたっす。ふむふむ、足は問題なしっす。次はそこから飛び降りて北に向かって全力疾走っす。ほう、よいしょ、飛び降り来た。あ、こっちか。全力疾走つってもこのスピードしか出ないっす。かっこいいな、音がかっこいい。足も問題なしっす、バッチリっす。最後にこっちに戻ってくるっす。おい、
いいね、いいね。これで攻撃もできればいいんだけどな。魔導アーマー、カエルよりでかいっす。よし、完璧じゃないですか。腰も問題なしっす。言うことなし。うん、あとはビックスに調整してもらえば元通り。でも制御系が魔法人形のコア動作してるっす。でもなんか正常に動いてない。もしかして手荒く扱いすぎだっす。もっと歓迎しないとダメっす。みんなで魔導アーマーを歓迎するっすそんなバカみたいなことしないといけないの。いやー、まあそれが大事なんだろうな。じゃあ歓迎する。ようこそ魔導アーマー。お、あれ、魔導アーマーが、どういうこっちゃね。何このびっくり。うん。え、バトル。バトルになるんだ。頑張る、頑張るっす。歓迎は意味あったのかな。どうなんでしょうかね。機械にもそういう気持ちが大事だということなのかな。さあ、魔導アーマー。魔法人形の子は動いてるんだが、一体何が原因だ。せっかくの歓迎も台無しだぜ。意味なかったんかい。歓迎。うん。叩いて、いい音鳴ってるな。問題は制御装置。この魔導アーマーは制御装置が、うん、操縦補助をしているんだ。はぁ、あ、はぁはぁ。下手すりゃ、あ、そうなりゃ操作に慣れるまで数年はかかる。そうか。お前が手に入れてくれた魔法人形の顔はしっかり動いているんだが、なぜか現状だと半分も補助できていない。へぇ？ウェッジ、こいつが眠っている原因がわかるか？原因不明でわからないっす。なんだか起きるのを嫌がってるみたいっす。寝不足っす？どういうことっす？この流れでどうやってバトルに、え？大変な指導親方、帝国の奴らが襲ってきたっす。あ、すぐ言ってねえや。くそ、さすがにバレちまったか。あれ、なんか結構強そうなやつ来てる。あったぞ、リーパーだ。取り押さえろ。ん？あ、指導。奴は、シノナン・ガーロンド。それに、例の冒険者ではないか。本部へ連絡しろ。援軍を要請するんだ。マジか。お、そうはいくかよ。え、かっこいい。あ、そっか、これでね、電波を妨害。本部応答。ダメです、強力な妨害電波が生じている模様、通信できません。かっこいい。姑息なまねよ、指導の仕業か。シドのファインプレイ。エイカマン、リーパーを破壊しろ。お、これまたヴァンガード？あの魔導兵器厄介だ。いいか、何としても魔導アーマーを守るんだ。うん。お、またシドの館が一緒に戦ってくれるみたい。頑張ります。ドイツから、あ、この辺のやわそうなやつから。おお、な、そっか、攻撃してきてんのか。あ、ビッグスウェッジ、うわわわわわ、範囲攻撃やだな。バンガードをね、おい、おいおいおい、やっちゃうよ、やっちゃうよ。魔導リーパーを守るんだ。よし、倒した。やったー。シド強いな。うん、ヤッホーイ。お、動く。意志があるみたいだね、ほんと。生きてるみたい。お驚いてる。
おお、かっけえ。指導館ミルス、マドワーマーが。ようやく起き上がった。これで準備が整った。いよいよだぜ。帝国の要塞カストルムセントリーに潜入してミンフィリアを助け出そう。おお、燃える展開になったっす。かっこいい。ふふ、これで完成っす。へえ。ガッツポーズ、歓迎する。おお、ガーロンドアイアンワークスのマークをつけたんだ。生かしてるぜ。おお、かっこいい。中二心をくすぐるね、このデザインはね。おお、っていう感じで窓アーマー直ったっす。最終調整が残っているが、これはすぐに終わるだろう。すべての準備は完了。さて我らが姫様の救出に向かおうぜ。かっこいいね。つーこって、それじゃあ今回はこの辺までにしておきましょうかね。窓アーマーが無事直って手に入りました。帝国軍のね、服も手に入って敬礼も覚えて、いよいよ次回乗り込みます。ミンフィリアさんを助けることができるでしょうか。今回はこの辺でご視聴いただきましてありがとうございました。